正教期チャンネルへようこそ。はい、今回は2021年、和稲田大学文化構想学部のですね、えー、回答と解説を見ていこうと思います。えー、あくまでですね、この回答解説は私的な見解であり、所属する団体その他とは一切関係がありません。なお、後に塾予備校さんが、えー、回答を出した場合、後から出された方がより正確な回答に近いと思われますので、改めてそちらもご参照ください。では、まずですね、今回 <coughs>、私は事前にですね、ダイオゲシリーズというのを挙げていました。 えどうだったのか見ていきましょう。えー、まずですね、はい。えー、1番目が、はい、城郭の歴史について。えー、そして、えー、2番目がですね、はい。えー、ここですかね。はい。日本の政治やあ文化。文化や政治について。そして、はい。3番目がですね、都市の歴史です。そしてですね、えー、4番目ですね。4番目が、 ええー、と、どうから、はい、4番目が、日本の貿易の歴史についてです。はい。ではですね、一応今の4つですね。はい。城郭と、政治と文化と、それから都市と貿易。では、ドンはい、これが私のですね、予言なんです。まず、見ていきましょう。なんと、まず一発目でですね、はい、文化史って言ってますよね。今言った政治と文化。これ少しかぶってますね。 そしてまあ日中日朝外交は出てませんでしたけど、第3問での都市、来てますよジャストですジャストですジャストですよわかりますかちゃんとですね、このダイオゲンシリーズ来てるんですね。ということでですね、また今後の入手もですね、私がわざわざ出してるんですから、ダイオゲンシリーズは多少でも見た方がいいと思います。 ちなみにもうちょっと見ていきますよ。社会経済史、えー、法政史、まあ、ここら辺は出てませんでした特殊低魔史、やはり特殊低魔史ですよね。で、それが浄化ということですからね。まあ、そこそこで、ね、まんざるでもなかったわけですよ。はい。では、早速ですね、一、えー、番から見ていきましょう。まあ、かなり気持ちいいですね。はい。では、まず、はい、A です。A ですが、はい。1993年日本で初めてユネスコの世界文化遺産に、 はい、登録された空欄城。ということで、もちろんこれは、はい、一番目、はい、姫路城が入りますね。はい、姫路です。はい、で、続いてですね、はい、河川部 A に関連してです。はい、665年、はい、大野城が管楽から伝わった山城建築技術の影響が見られると。では、誤っているものを選ぶことになります。 えー、まずですね、はい、あ、大野城築城の背景、白杉乃の,の戦いに起ける大敗、はい、丸、2えー、水木や木城とめに太宰府防衛、はい、丸、う、えー、新羅が朝鮮半島を統一した情勢、ツ、はい、答えはこれでしょう、新羅は朝鮮半島を統一するのは676年です。はいでですね 大野、えー、城が作られるのは白月の絵のあ、ねえー、後ですから66です、ね、663のあ後ですよね。だからどう見ても、白羅の方が後になりますよね。よって答えが、はい、うということになるでしょう。えー、その他絵ですが、はいえー、朝鮮式山城は対馬から大和にかけて作られた、これも丸ですね。えー、そして、お、は、う、い、対、え、馬、ー、や駅には咲森は飛ぶ日があった丸、はい、特に問題ないです。 はい。では次です。下線部 B です。えー、下線部 B は、はい、きびのマキビ真さんですね。はい、きびのマキビ真についての問題です。えー、まずですね、はい、党への留学から帰国、勝負に信任はい、丸ですね。えー、広次の乱によって、はい、政権から排除された、されてないからツです。 えー、そして、えびの推し活の乱、乱の鎮圧に役割を果たした丸です。えー、これ、かつてね、えー、何回もこのあたりですね、えー、出たことがあるんですよ。このえびの推し活の,の鎮圧に役立った。えー、きびのまきさんはね、えー、いろんなその軍略、軍法、戦い方を学んできたんですね。それがね、役に立ったというんです。だからいかにも彼は学者、文官というイメージがしますが、軍を率いて戦ってかったんですね。はい、丸×丸、よって答えは、いいということになりますね。はい、では次です。 もうこうなったら次はこの伊沢城の C でしょうね。はい、伊沢城の C です。えー、まずですね、はい、えー、正しいものを選ぶ関係ですね。正しいものです。えー、正しいものを選んでいきます。えー、坂の逆る田村者が、アテルイを降伏させたのと同じ年だった。はい、アテルイの降伏がですね、これが802年。で、えー、この伊沢城も802年です。よって、あは、 丸答えはあるです。えー、いいですが、はい、佐賀天皇の時代に、本屋の若者が気づいた。全然違いますね、これね。もちろん、はい、これは、はい、坂の上の田村室が気づいたんです。しかも、天皇は桓武天皇ですからね。えー、だから、バえー、ウうですが、はい、安倍の平府がデュアの国の拠点と気づきもこの段階でツです。 えー、築城後、陸奥の古墳が移され、これも罰です。はい、移ったのは鎮守府です。鎮守府が多賀城から伊佐城に移ったんですね。で、お、これ針のあざまろなんで、一時野球を落とす、野球をね、攻め落とされた。これは、はい、罰で、多賀城の説明です。これは、あ多賀城の説明ということになります。はい、では次、河川部でです。はい、一平承認エレン。 これと同時代。はい。一辺少林エレンは、これは鎌倉時代です。鎌倉時代です。で、同時代でないものを選ぶ。じゃあ、鎌倉じゃないのを選ぶということになります。答えは、おの、四季三円ゲーム。これ、陰性期ですね。これ、陰性期ということになります。さて、続いて6番目です。 はい。朝倉の、はい。城下町。朝倉の城下町は、はい。一条谷ですね、えー。そして7番目。F に関連して、一応 F 見ておこうか。はい。秀吉が壮大な大阪城を築くなど、茂山時代の建築最盛期。では、誤っているものです。はい、誤っているものです。誤っているものですね。えー、まず、A です、えー。秀吉は朝鮮侵略の拠点。 はい、肥前に、はいいいですか、肥前に、えー、大阪城に次ぐ巨大な名古屋城。はい、名古屋、漢字も合ってますね。筑部島神社本殿、伏見城の遺構。はい、丸ですね。これ、琵琶湖の中の竹の丸島とく筑部島にある神社です。3番目、はい、えー、桃山城というのは、桃山というのは伏見城の後に桃がうら植えられたからだと。 えー、これもよく出てきます桃山文化、丸です。絵ですが、二条城は、これは、はい、秀吉じゃなくて、家康が作ったからバ×、えー。答えは、だから、絵でしょう。これ、家康です。そして、障壁が障壁が加納英徳や弟子のお三落、丸。特にないですね。はいでは、河川部 G。河、え、川、ー、部 G ですが、はい、武家諸法刀。これ、いわゆる武家諸法刀源な例です。 えー、いわゆる、無断の城の集築の禁止。はい。それに違反したとして、違反したとして1619年に、はい、海域になった人物です。答えは、宇の福島正則さんです。答えは、宇の福島正則さんです。そして、えー、続いてですね、えー、空難 B の前。 幕末になって北方防備のためフランス基地情法による空欄が函館に作られたはいこれ、えー、いわゆるね星型城塞、はい、五稜郭ですね五稜郭榎本竹昭立てこもったんですねはいでですね10番です1873年に最初にこの六軍 関区,に区分した賃貸がなかった場所は金沢の伊「はい」では以上で終わりになりますはい、えー、では続いてですね2番ですはいどんどんいきます、えー、まずですねはい早速1番の問題から入りますもう本文関係なくいきますえー、古墳時代熱湯に手を入れ火けどの具合で審議を判定する審判もちろんはい区下たち区下たちですね はいえー、2番目、2番目何か、ちょっとこれ見ましょう、2番目は河川、えー、部のにどこだ、これか、はい古代の実令国家の完成ですね。はい正しいものを選ぶ。えー、まず、式部将は宮中の儀式を担当、これ、式で騙してるわけです、関係ないですね。式部将は、はい、文官の人事やあ教育などですね。 えー、エモンフは地方の治安人なわけないですね。これ、宮中の門のガードマンです、えー。仁義官は神職や僧侶の活動、意味不明ですね。はい、仁義官は、これは、はい、仁義や祭祀少なくとも、ね、僧侶は関係ないですよね。はい、で、サウ弁局官が大上官の事務を担当、これが丸でしょう。 左弁官が中塚さん式部、準民部、いわゆる中式自民ですね。右弁官が兵部、行部、大倉区内、いわゆる兵業、大宮を管轄したということです。で、大納言のもとに左大臣と右大臣が置かれた。何言ってるんですか大納言は右大臣の人です。×。割。では次。空欄の A。はい、簡単ですね、もうね。今回のね、えー、結構全体的に文庫を簡単。空欄 A の後。二道間髪器。 B の前九条金山の日記だから藤原道長と玉葉答えははいをですかねはいでは次です続いてですねはい4番目河川部 C の文化まず河川部 C はここですねえー、平安から鎌倉前期にかけてということですね平安後期だからも陰性期でしょうねでは正しいものまず X からいきます ええー、五種田五宝は貴族社会で流行していた関心文を集めた、はい、ツえー、これ、今用ですね。今用を集めたのが、良人秘書です。えー、続いて Y。えー、長元は、はい、長元は、はい、宋出身の技術者とともに、はい、東大寺の再建。はい、これ、丸で,でしょう。まあ、これが、いわゆる、陳な、け、なんかのことなんでしょうね。 えー、そして、Z。はい。文章を用いず、絵だけで物語を表現する絵巻物。バンダイナゴン絵巻。バンダイナゴン絵巻はいいんですが、はい。この部分が×です。えー、まずこの文字。このことをね、言葉書きっていうんですけど、言葉書きはあるんです。だから×です。では、バンダイナゴン絵巻ってどういう絵巻物かというとね、えー、いわゆるですね、一つの場面にですね、えー、別のものをいくつか書いて、まあ、動きを示してるんですね。 えー、そのことをですね、同時、イズ法、なんて言い方をします。だからまあこれ、えー、同時イズ法であって、別に文字を使わないわけではないです。だから、×÷÷。えー、答えはですね、いいでしょう。はい。では次です。えー、5番目でい下線部で、下線部では、 はい。武士の政治、思想、宗教と切り離せない。では、誤っているもの、二つです。誤っているもの、二つです。えー、早速いきます。えー、平の清盛。はい。平清盛は、はい。厳島神教信仰、総食教。えー、これ、丸でしょうね。まあ、これが、いわゆる、平家、農教の話です。 えー、そして E、鎌倉幕府に、えー、徴用された A 才密教の僧侶としても活動を行丸です。えー、密教なんですか ?A 才はもともとですね、比叡山延暦寺で修行してるんです。えー、だからほら、えー、天台宗は後、はい、耐密となりますよね。だから密教の僧侶としても,も、もだから一応丸なんです。えー、では、U です。室町幕府が禅宗人に出版させたおとぎ造紙は御三番。この段階でこれがバツです。 おとぎ造紙じゃないですね。え、五山版って何かっていうと、五山の僧侶によるですね、はい、漢詩、漢詩、漢詩とお経です、経典です。よって、答えの一つがうです。続いて、家康が、はい、家康が死後、東照宮、神格化。はい、これ、丸でしょうね。 家康はですね、はい、東昇大権現という紙に祀られたんですね。まあ、これもどっかで出る可能性があるから覚えておこう。東昇大権現。そして、おですから、おオですが、えー、大幕宗の外なった人間はいいんですが、はい、えー、幕府から不況を禁じられた。はい、後半がバスです。はい、禁じられたのは不樹不正派です。不樹不正派。 はい、不自不自日蓮宗の不自不セ派、日ハ、日王という人が始めたんですね。まあ、答えはだから、うと、おということになります。はい。では、続いてですね、下線部 E です。はい、下線部 E ですが、どこだ、下線部 E は。えー、これは1683年。 はい1683年、この年、幕府は、貫氏の将軍修理を受けて、はい、えー、武家諸法党の改正を行ったと。はい、この武家諸法党の改正、これをですね、はい、天稲令って言い方をします。はい、武家諸法党天稲令です。で、まず、これ正しいもの、はい、武家天送の制度を加えられた、もう最初からあります。参勤交代え、これは、はい、歓迎令です。歓迎令です。 遵守の禁止は確かに加わったんですが、新たに定められたんじゃないです。これはね、遵守の禁止は定められたのが武家書トに盛り込まれただけです。だから最初からこれはもう、最初からってあれですね、四大将軍の時に定められてます。えー、今回それが武家書トに、えー、まあ盛り込まれただけなんです。盛り込まれたと。だからすでにあるからね、もう四大将軍の段階でこれもバツ えー、そして、えー、答えは「お」ですね。はい文部中高これです。学問芸能ところで近中並びにっぽいですね。えー、バスです。はいでは次、河川部 F。河川部 F は洋楽を研究し民間の学者も登用です。はい1811年に幕府が設置した洋商を研究する組織は何かはい え漢字6文字です。えー、もちろん、はい、板書和毛語用です。はい、板書和毛語用ですね。これ、ね、権義していったのが高橋鍵康さんです。覚えてますか後にシーボルト事件でね、捕まって獄死です。はい、では続いてですね、はい、G です。えー、G が、はい、文明開化。では、文明開化関係のところです。 えまずですね、はい。ああ、暦を、はい、暦を大、大用力に改め、一週間7日とした。はい、これ問題ないですね。えー、もちろん丸でしょう。はい、答えはこれです。えー、いいですが、ごぼうの啓示を改め、はい、キリスト教の禁止不況容認、違いますね。これをキリスト教を禁止したんですね。はい。そして、う、 えー、もちろん、この時代、鉄筋コンクリート造りではないから、バスですね。えー、鉄筋コンクリート造りではなくて、はい、レンガです。レンガ。そして、えー、添付人権思想が紹介され、自由民権運動に影響。答えは、A、えはい、あと、えでしょうね。これ、2つ選ぶから、2つだから、あと、えです。2つですからね。そして、おですが、教部省と学校関係ないから、バスですね。これね。あえて言うなら、これ、文部省でしょう。 で、まあ、アメリカ。まあ、これも微妙ですね。はじめ、フランス。のち、アメリカですね。は、え、じ、ー、め、学生。のち、教育例だからです。はい。もう、9番読む必要ないですね。えー、ちなみに、はい、この、はい、憲法講は、つい先日、学習院に引きで書かせてました。意外に書けなかった人多いみたいだから、思い出して、ちゃんと覚えてください。教科書本文載ってます。えー、もちろん、この9番は、はい、見延達吉さんですね。もう、考える余地なしです。 ボーナス問題ですね。はい、そして十万目配千九百九十年で起きた出来事としては誤っているもの、はい、誤っているものです。ええー、まずですね、はい、あ、自衛隊が初めて海外に派遣された、ええー、これはですね、はい宮沢内閣、はい P.K.O ですね、ええー、によっていくわけですね。はい、千九百九十二年、ええー、阪神淡路大震災は千九百九十五年。 えー、そして、地下鉄サリン事件も同じ年です。95年、はい、村山内閣です。えー、あは、これ、宮沢内閣ですねで。消費税導入が竹下内閣、1989年。答えは、A です、えー。バブルが崩壊していくのは、まあ、90年代ね、91年ぐらいからということになります。はい。では、次です、えー。3番目です。では、都市関係の問題を見ていくことにしましょう。では、早速ですね、はい、常設の小売店。 えー、この常設小売点を何というか。はい、もちろん漢字3文字ですから。はい、見せ棚でしょうね。見せ棚。はい。では続いてですね。はい、2番。誤っているものをまた2つ選びます。はい、あからいきます。博多堺は日銀貿易の拠点として栄えた。問題ないんじゃないですかはい、問題ないんじゃないですか で、後に、はい、南蛮貿易にも進出した。えー、確かにですね、えー、南蛮貿易、さらには、はい、後んはい、主因戦貿易とかも関わっている人もいますね。はい。例えば、そうですね、えー、堺の商人の、はい、えー、今井宗急、千野利休とかも南蛮貿易で鉄砲も輸入したりして儲かったんですよね。博多の神谷宗丹、姉妹宗氏なんかもそうです。まるでしょう。い えー、堺と結んだ細川。ええー、そして、ええー、博多と結んだ王子仁法の乱。丸でしょう。はい、そして、う。江郷衆。もうこの段階で、はい、博多が×です。×。これ、堺ですよね。江郷衆は。よって答えは、うです。えー、堺は、はい、海と堀に囲まれた、 安全な都市としてヨーロッパに紹介されているこれ、丸で,ですね、これね、のガスパル・ビレラの八十海市日本通信ってやつに載ってるやつですね、八十海市日本通信です。八十海市日本通信ですけど、これ、いろんな宣教師のものを集めたもので、ですね必ずしもガスパル・ビレラだけではないですよ。 えー、実はですね、えー、昨日行われたですね、えー、中央の問題かな、えー、では、尾、え、張、ー、の王がっていう信長のことを書いた、そのも安岡市日本通信の一部なんですけど、誰が書いたかという問題で選択肢がガスパル・ビレラに加えてルイス・フロイスがいて、答えはルイス・フロイスを選ばせる問題なんですね。信長関係だからです。えー、でも単に安岡市日本通信でガスパル・ビレラとしか覚えていないと間違ってしまうという人もいたので注意をしてほしいと思います。では、尾です。 えー、竹の女王はこの人は酒井、はい、ですだから×ですよって答えは「う」と「お」ということになりますでは3番目ですねはい「C」「C」ですが、はい、どっかというと「はい、消化・防火関係」ですではまず3番の「はい、あ」から入ります 江戸は特に何とかの大化以降、法力の大化。聞いたことないですね。もちろんこれは、はい。明暦の大化でしょう。明暦。ということで、これ、ツです。今回、正しいもの一つですからね。で、えー、いわゆるこれ、火消し体制ですね。で、ちょっと前から言うごめんなさい。享保記には、享保だから、吉宗の頃です。で、伊野、遠山影元はこれ、水野の頃なんですね。だから、ツです。 なら大岡忠介です、ね、まあ両方と町奉行ですからね大岡は南町遠山は北町奉行だったんですけどねそして新たに城備消しと町火消しを作った城備消しは元からあるから罰×元からある城備消しや大名火消しに加えて町火消しですそして絵ですが町奉行の支配,から支配から独立、えー、これが×ですはい これはね、町奉行が監督するんです。町奉行が監督します。で、おですが、はい、いろは四十七組ですから、答えはおということになりますかね。はい、では、空欄の A の前からいきます。えー、ちなみにですね、競歩の頃、貧民救済のために医療をして、そして空欄が作られた有名なやつです。答えは はい小石川養生所ですね。はい、養生所です。はい。では次です。<laughs> 5番目です。河川部で、河川部でですが、はい、基金、えー、基金や米価高騰、生活難から都市では仮想便が打ち壊し。はい。ではその打ち壊し関係のものです。 まず、あからいきます。享保の改革後、あごめん享保の基金が起こり、これ、後じゃないんですね、後じゃないんです。だから、×、享保の改革の最中です。はい、あは×。い、天明の基金では、富士山の大噴火と例外、はい、もちろん、えー、富士山は綱吉の時代です。はい、富士山は綱吉の時代です。 えー、今回は、はい、浅間山です。浅間山です。山といったら、常吉の富士山と、田沼の浅間山を覚えておけば OK です。う、えー、天命の飢饉一騎打ちわしで、田沼時代が終わる。答えはうが正解でしょう。そして、え、天保の改革、五、これも同じ五が×ですね、えー。これは天保の改革の前ですね。 欧州の乱は1837です。天保の開国は1841から43だからですね。はい。続いて尾です、オでス。オでスが幕末、開国に伴う物価上昇に基金が加わって都市では世直し。まずいいですかはい。開国に伴う物価上昇。世直し一気問題ないんですが、基金が加わって、これが罰。基金はこの時関係ないです。 よって答えはやはりうでしょうね、5番目は。はい。では次。6番目です。河川部 E です。河、え、川、ー、部 E はこれです。幕府は農村の復興と江戸の都市政策に取り組まざるを得なかったと。とでは河川部 E 関係です。まずですね、はい。社僧と合わせて実際た、はい、偽装の制度。 今回は誤ってるもの説で,ですかね。はい。偽装の制度は古代にもあった。ありましたよね。泡を積み立てるってやつ。丸です。いいですね。泡を積み立てるんですね。はい。で、次です。大名に対して、はい。一万国につき、五十国積み立てる、囲い舞。はい。丸です。そして、はい。えー、うですが、はい。 あ、河川部 E、もう一回行きます。河川部 E は、あ、これ、その前から行くと、はい、これですからね、完成期だから、完成の改革の時ですよ、完成の改革の時ですよ。で、江戸に流入したですね、はい、えー、没落農民の機能基損を奨励まる、これ、キュウリ機能令ですよね。えー、キュウリ機能令。そして、はい、石川島人足よそば無職人収容もまる。 答えは残ったおですかどうですか七仏見金。はい。運用を見ることなくですね。はい。打ち切られた。これです。答えはそこがバスです。でですね、この七仏見金の制度はですね、実は明治になってもね、しばらく受け継がれてくんですよ。ヨーグなんかも載っています。だからよって答えがおです。はい。では次。空欄 B。はい。B の前から行きましょう。はい。B の前から行きましょう。はい。店舗期、店舗の頃ですね。 はい。で、農民が江戸に入ることを禁止して地元に帰り、人返しの方。もちろん B は人返しが入ります。はい。そして河川部 F。はい。河川部 F が社会問題。はい。社会問題に関係して、はい。横山玄之助が書いたもの、漢字7字ですからね。えー、漢字7字ですから。えー、普通に考えて、はい。 えー、日本の仮想社会でしょうね。これ簡単ですね。はい。日本の仮想社会と。はい。ではね、えー、次です。河川部 G です。河、え、川、ー、部 G です。河川部 G がどっか、はい。大地震、これですね。大地震です。はい。では、これに関連して述べて誤っているものです。はい。 えー、誤っているもの2つです。まずですね、1つ目、はいえー、あ、家屋倒壊を中心とする地震被害で、東京、横浜はあ壊滅的な打撃を受けた、まず後半はこれ、いいんです、えー、問題は前半です、家屋倒壊を中心、えー、家屋が倒れたのが中心かどうか、答えは×です、よって答えの1つがあです。 なぜかというと、今回はですね、ちゃんと山川の教科書にコラボが載っていて、ちゃんと書いてあります。はい。地震に加え、火災なんですね、火災。このね、えー、この火災によってですね、かなり、えー、多くのですね、えー、家が燃えて煙で亡くなったりしたが多かったんですって。火災が原因なんです。そして、いいです。大震災の頃、 はい。労働運動家や無政府主義者が殺害する事件が起きた。これ、丸ですね。これは例の、はい。えー、亀戸事件。えー、亀戸事件や、甘ス事件でしょうね。えー、そしてようです。戒厳令下で発生した虎ノ門事件により、お山本権兵衛は辞めたと。えー、確かに山本は虎ノ門で辞めてます。でも、戒厳令下ではないんですね。 よって×、えー。答えはだから、はい、あと、うということになります。よって答えは、あということになります,でです一応見ていきますと、絵ですが、大震災後、はい、震災恐慌が起こり、はい、震災恐慌が起こり、これが金融恐慌へつながっていく。はい、丸でしょう。そして、おはちょっと難しいですけどね、えー、よく見て用語集に載ってます。 えー、当初の震災復興計画が財政難を理由に大幅に縮小された丸です。はい。教科書のね、コラム、あとですね、えー、乱外の中、えー、写真や図の隣の部分、必ず読んでください。えー、特に今回で9番はそういうところがメインで作られてますね。やっぱしね、わすはそういうところはよく出るのでね、えー、まんざらそういうところを無視しないで見ててほしいなと思います。はい、それではね、えー、10番目です。まず、航空機は、 はい。第2次世界大戦後に初めて登場したなわけないですね。これ第1位ですから普通に考えてバスでしょう。はい。第1位です。第1位、えー。今回正しいものですから正しいものです。そして E。日本は日中戦争時中国の重慶に対して空襲を繰り返した。これはね、はい。えー、答えで丸です。ちょっと厳しいですね。これね。えー、知らない人も多いかもしれない。じゃあ分からなかったらもうちょっと行こう。 はい。当初から B29。これね、はじめはですね、B25 ってのが日本に爆撃してますね。えー、B25 が日本初空襲したやつです。はい。えー、同リットル爆撃隊です、えー。ではですね、次です。続いてですね、はい。絵ですが、えー、アメリカはあ軍、えー、空襲の目的を、えー、軍事工場や、はい。えー 工業施設の破壊に限定していた。限定してないよね。で、東京大空襲とかありますから、バスです。で、オールスが大津支部で空襲の被害を受けてた小学生が集団地方に疎開した。これ一見すると当てそうに見えるんですよ。で空襲の被害を避けるため、えー、疎開。確かにそうですね。まあ、によってはですね、えー、児童たちがですね、避難する時の足手まといになるためみたいに書いてますが、ほぼ同じことなんでしょう。だからどこが違うのか、よく見てください。小学生です。 まあ、この段階で小学生いないです。国民学校に名前変わってるんですね。まあ、国民学校生とかね。ええー、まあ、児童とか、そんな感じです。はい。では、続いてですね。ええー、4番です。はい、4番です。なあ、物言って小学生書いてますけど、スですから。これが正確な表記です。はい、では次、4番です。ええー、1番目からいきます。はい、804年、唐に渡り帰国後、見解論を著した、即答で、はい、最長でしょうね。 えー、では、空欄 A。はい、空欄 A はどこだ空欄 A は。えー、これですね。はい。えー、もちろん、はい。えー、平野忠盛に相応行を始め、その息子は空欄を修築。えー、もちろんこの息子が、はい、清盛ですね。はい、清盛が、はい、修築ですから、はい、A は、大和田の泊まりですね。はい、大和田の泊まりですね。はい。 で、次、河川部 B です。河川部 B はどこか。これですね。はい。足利高氏。はい。高氏忠義は、五代五天皇の冥福のため、天竜寺、今月を計画したと。はい。えー、で、えー、この計画をですね、はい、足利高氏に進めた人物、西宝寺の策定でも、えー、知られている人物は誰か。えー、もちろん、答えは、はい。無双祖籍ということになります。 はい。無双組先です。はい。かなり簡単です。4なんかも笑っちゃいますん。関連人事ライター人物。えー、2つ。3関連、細川、芝、畠山、即答で、えー、後に決まってますね。えー、では次です。はい。で、でどこだではい。で、これですね。はい。えー、幕府は特定の勝利に、えー、いわゆる、仲間を作らせて、いい糸を購入させた。この制度。まあ誰が見てもこれ、糸アップ制度でしょう。 もうこれ、中間テストレベルの簡単問題ですね。も、ま、う、あ、かなり今回ね、えー、高得点な争いになるんじゃないでしょうか。はい。えー、では次です。え河、ー、川部 E。はい、河川部 E がこれですね。1215年、幕府は、えー、新オランダの年間の防易額を制限した。もちろんこれは、はい、開白五死神霊ですね。はい、開白五死神霊。 で、この開発後、心霊を、検議した人物は、新井ちゃんです。新井白石。新井ちゃんでないものを選ぶんです。一つ目が、いいですね。はい、いい。えー、いいはこれは、はい、お牛素材です。聖壇。はい、もう一つが、はい、をですね。聖域物語。はい、これは、本田敏明さんです。 では答えは、いとおということになります。はい。ではですね、えー、最終ページに来ました。かなり楽でしたね。えー、まずね、幕末の輸出品が生糸茶産卵し、輸入品が木織物、面織物、武器。ということで、この X は、普通に考えて綿織物です。ケ面織物と覚えていこう。ケ面織物。で、えー、この1797年、 ここでのキーワードは、はい、ここでですね、1893年に、はい、ボンベイ航路が開通するんです。だから、ボンベイ航路の後ということになります。ということは、まず、インドからの大量な、はい、綿花が入ってきますね。綿花。綿花が落ち。その一方、はい、綿の糸を輸出できるようになったということになります。だから、綿織物、綿の糸、そして綿花の組み合わせですから、 えっとですね。あ、ごめんなさい。逆ですね。ごめんなさい。何を言ってるんでしょう。これ、輸入品と輸出に逆に書いてました。えー、輸入品が綿化です。ごめんなさい。輸入品が綿化ですね。輸入品が綿化です。ここが綿化ですね。輸入品が綿化で。で、えー、綿の糸を輸出するようになります。こうですごめんなさいね、えー。輸入と輸出がちょっと見間違ってまして、輸入と輸出ですね。えー、ですので、えー、綿の織物、綿か綿の糸を選ぶことになりますから、 えー、答えはうです。はい、うですね。はい。では、次です。続いて、河川部 G。この工場、どこだはい。フランスから技術を導入して、群馬県の工場。もう、こんなの考える余地ないですね。はい、えー。小学生でも知ってます。富岡製糸場です。富岡製糸場ですね。今回、これ、はい、世界遺産なんですね。世界遺産。で、最初にほら、 えー、世界遺産の話、イメージ上も出てましたね。世界遺産、わすら大好きなんです。世界遺産、わすら大好きなんです。覚えてくださいね。とにかくわ,わすらはよく出しますので、他の世界遺産ももう一回見直してください。そして、河川部のエッジ。河川部のエッジが、これ、海運業と造船業、を活況を呈した。はい。でですね、この時期に、はい、この時期に、主に海運造船で距離を得ていた、はい、人々。えー、それを何というか、はい、将棋の駒に例える。 だから成金ですで。3文字だから、特に船だから、船成金ですね。これが答えということになるでしょう。はい、10番目です。はい、もう、X、Y、Z の成功ですが、そのまま見ていきましょう。まず、はい、えー、為替レートの安定を目的。IMF1952 加盟。はい、これ問題ないんじゃないですか問題ないです。丸。続いてですね、はい。 えー、自由貿易の拡大と関税率引き上げを目的。OECD。52年。そもそもですね、OECD は内容が違いますね。これ OECD とですね、実はその次の GUT がこれ逆なんです、これ。これ逆ですね。そして OECD は、 64年です。はい。応印 CD は64年なんです。o 印 CD は64年です。o 印 CD は1964年。ええー、そして GUT は1955年なんです。いずれにしても×。だから丸、ツ××ということになります。答えは、うでしょう。はい。では、次です。続いて、ええ11番です。はい。イラン革命。 はい。イラン革命は1979年。ダ、えー、大中東戦争。そして、えー、このオイルショックの話ですね。これは、はい。1973年、えー。そしてこれ、はい。いわゆるドルショックですね。ドルショック。ドルショックは71年。そして、えー、この、はい。ニューヨークのプラザ合意。これプラザ合意。プラザ合意は85年ということになります。 え、これ考えてみると、はい、さっきのこの予言のところのここで、はい、え、一応社会経済史この社会経済史も多少出てますね、これ社会経済史ね。社会経済史も出てる気しますよね。だってこれ社会経済史関係ですね。これも社会経済史関係ですよね。で、ほら、このあたりも社会経済史関係ですね。これも社会経済史関係ですよね。はい。 で、えー、いうことを考えていくと、まあね、えー、社会経済指権ですね、貿易って言いながら出てますよね、かなりね。だから、マングレー外してないのがわかると思います。あ、そうですね、ごめんなさい、答え見てなかったです答えは。だから、この11番は、えー、っとですね、これを見ていきますと、はい、A、えー、ということになりますね。はい、では、以上ですべて終わりということになります。はい。えー、もう一回ね、えー、戻しますとですね、はい、この第4弦シリーズですね、 えー、やはりかなりね、えー、適中率が高かったと思います。またですね、他のね、えー、ところも大予言上げてますので、今後の受験の前にちゃんと見ておいて、ね、少しでも役に立てたと思います。そして、まずではですね、同様の問題が高く見で出ることもたくさんありますので、少しでもね、もう一回勉強し直して掘り起こしてくださいね。えー、教科書の乱外の中段かももう一回よく見直したらいいと思います。えー、それではですね、必ずいいねボタンとチャンネル登録だけはよろしくお願いいたします。えー、私も身を削って頑張ってます。皆さんも頑張っていきましょう。それでは、またお会いしましょう。 やだ